本気で言ってるの？今のを見て、あいつがまだ生きてるって本気で思ってるの？いくら最悪で絶望的だからって現実から目を背けてどうするのよ。いい？さっきまでピンピンしてた朝比奈優太は、わけのわからない爆発に巻き込まれて死んだのよ。死んだ。朝比奈くん死んじゃったの？そんな、どうして？理由なんかどうだっていいのよ。納得しようがしまいが、それが事実よ。それが現実なのよ。あんたね、泣いたからってどうなるわけでも。ほら、もういいでしょ。だったらそろそろ行くわよ。こんなところでじっとしてたらモノクマのいい標的になるだけよ。無理って、あんた何言ってんのよ。ここで諦めたら死ぬのよ。どうせ死んじゃうんだよ。私は深川さんみたいなすごい人と違って何もできない、普通の平凡な人間だし、きっといくら頑張ったところで簡単に死んじゃうんだよ。だから諦めるっていうの？ふざけないで。そんなの絶対に許さないわよ。あんた死にたいの？どうしても死にたいって言うなら止めないけど、本当にそれでいいの？こんなわけのわからないところで家族とか大事な人にも会えないまま死んで、本当にそんなんでいいの？いいわけないじゃん。私だって家族と会いたいよ。でも1年以上もバラバラでどこにいるかもわからないんだよ。どうせもう無理なんだよ。もう二度と会えないんだよ。そうやって諦めてばっかいないで、もうちょっとくらい前向きになれないの？だってどうせ希望を持ったってもっとひどい絶望が待ってるだけじゃん。今だってそうだったし。だったらその絶望も乗り越えればいいじゃない。なんて今のあんたに言っても無駄でしょうけど、それなら
せめて逃げなさいよ。どうせ死ぬって言えるなら、死ぬ覚悟くらいはあるんでしょ？それなら死ぬ覚悟で逃げなさいよ。それで本当にどこかで死んだとしたって、ここで立ち止まったまま死ぬよりは遥かにマシよ。どうして川さんは私なんかをそんなに励ましてくれるの？だから言ってるじゃない、未来機関として見捨てるわけにはいかないって。けどこれ以上メソメソしているなら問答無用で見捨てるわよ。わかった、もう少し頑張ってみる。まったく手間がかかるわね。でもさ、逃げるって言ってもこれからどうすればいいのかな。足はもう無理だし、他にこの町から出る方法なんてないよね。行ったそばから諦めてんじゃないわよ。そういえばちょうど思い出したけど、この町には地下鉄が通ってたはずよ。え？地下鉄？それって町の外にも繋がってるの？多分そうでしょうね。それ早く言ってよ。仕方ないじゃない、今思い出したんだから。それにもう電車は動いてないかもしれないし。そうだよね、動いてるわけないよね。だから諦めんのが早いのよ。電車が動いてなくても線路を歩けば街から出られるかもしれないじゃない。だから諦めないで頑張りなさいよ。朝比奈くんの分までって言っていいかわからないけど、私が頑張らないとね。まったく単純な女ね。あんな安い受け売り文句でその気になっちゃって。けど気が重いわね、さっきの爆発の件。あの水泳バカに伝えないわけにもいかないし。まあそれも私と白夜様が無事にこの町から帰れたらの話だけど。でもさ、地下鉄ってどこにあるのかな。ここに来るまでには見なかったよね。そこまでは知らないわよ。自力で探すしかないんじゃない。でも氷川さんと一緒ならなんか見つかりそうな気がしてきたよ。バカなこと言ってないで、さっさと出発するわよ。絶対に一緒にこの町から帰ろうね。一旦さっきホテルから出たところまで戻った方がいいわね。また崩れるかもしれないし、あまり近づかない方がいいわよ。貴婦人公、続きはウェブでね。に入るの？あんたって廃墟マニア？
何こいつ、何してんの。お店みたいだね。いらっしゃい。このモノクマキッズちゃん、プレゼント持ってきてくれたみたいよ。お疲れ様。今手に入れたプログラムの弾と、そこの電気自動車が使えそうね。Thank you.
そうか。は？いや。いや。でも、なんなのよ。ああ。なんなのよ。ふざけんじゃないわよ。でも、そうね。実際はね、シャッターが閉まってるってことは誰かが閉めたってことでしょ。だったらこの辺りを調べてみるわよ。何か手がかりがあるかもしれないし。手がかり？駅員さんみたいだけど、この人やらせてるのはガキどもだけどね。フィクションにしたって悪趣味すぎよ。あれ、手に何か持ってるみたいだけど、もしかしてこの鍵って、あっ！ぶつかっておいて謝罪もなしなんて、どんな教育されて。た
何よ。鍵盗まれちゃった。は？追っかけないと。あれがないと地下鉄に入れないよ。あ、ちょっと。ちょっと待って、鍵返してよ。待ちなさい、こんなクソガキ。あのガキどこに逃げたのよ。あそこの工事現場が怪しいわね。この工事現場に隠れてるんじゃないの？ねえ、出てきてよ。いるのは分かってんだからね。あのガキ、こっちが手を出さないからって完全に突き上がってるわね。この建物の入り口に回り込もう。そうすれば袋の中のネズミだよ。そうね。またあのゲーム機よ。うまくやれば一網打尽にできそうね。どこ行くのよ。あのガキはあっちに隠れてるはずよ。そうだね、まずは鍵を取り返さないと。病院って私たちが最初にいたところだよね。あそこまで戻らなくちゃいけないの？あいつ私たちを遊び相手か何かだと勘違いしてんじゃないの。はあ、イライラするわね。イライラしすぎて視力が回復しそうよ。え？イライラって視力の回復に？いいわけないじゃないの。いちいち真に受けてないで行くわよ。
ってガキ昨日ラジコン、どういう仕組みになって。いや、もしかして本物の UFO って可能性も。ない。Thank you.